今日も調子いい体調。まあね。いいな。この間ちょっと腰が痛かったけど、だいぶ治ってきた。腰が痛くても死にそうだってさ、八谷先生が言ったらさ、オペしろって言われたってさ。手術しろって。いや。脊柱管狭窄症で。いや。だけどさ、なかなか手術も1週間ぐらいかな。ああ、休まないか。4日から1週間。だけどさ、あそこってない、割となんか外科を勧める病院みたいなのよくよく聞いてみると。知らん。そうらしいです。ちょっと何ね、ね、ね、ね。今違うとこ行って。もうベスターの言う通りで、あれ、どこの整形科行けとか、バンタネ行けとか。あ、まあ、でも近くしか行けれんからさ、だから今行けの小林整形科っていうところに、藤田さんが行ったことあるというから。藤田さん、うん、藤田さんお元気なのか。最近やってないけど、電話でしか喋ってないけど、元気そうですよ、まあまあ。でもね、藤田さんもいろいろだからしてるんじゃん。え？いろいろ病気してるからさ。うん。100。え？27上だから90？ 27上だよ。うちのお袋と一緒だもんだから。90いってる？90になるんじゃない？あの人11月かなんかで。11月で90。うん。すごいね。奥さんも90になるんじゃないのかな。同い年だ。あ、同い年なの。ちょっと私もすごいちゃんね。もう最近コロコロ変わりすぎて。最初聞いた時にもう同じエイトだって言うんで、一回り違うんですか。同い年です。まあ今さ、オペしろって言われてさ、で今セルフケアと整形外科にリハビリテーションしてるんですけど、うん、なかなかそう簡単には全然入らないって。はい、いかんいかんいかん。ごめん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 。どっちにしてもやだよね、年取っても。もともと体が硬いからさ、柔軟性を保たなきゃなんだよね。あと筋肉を落とさないで、どうしても落ちてくるでしょ。なんかレバーが仕事辞めたとか言って。誰誰？たっちゃん。仕事辞めた？うん。会社を辞めたとか。うん。会社でしょ？たっちゃんって。うん。あの、ベスタが言ってるけどさ、暇だって言って電話してくるって。それで辞めたってのは退職したってこと？うん、定年で。定年っていうか、だからずっとおりゃ65まで折れるんじゃないのかな。でも多分60で多分一応定年になって、うん、僕らも60定年になってるもんね。だから僕でそのままおらずに辞めたってことだよね。60、この間辞めたみたいだよ、3月から。あ、ほんじゃん3ぐらいまでおったんじゃない。電話してくる。最初仕事辞めたら決まったよね。ベスト遊ぼうって言う。遊んどれんっつって。いいちゃん、いくつでしょ。下に置いてね。うさぎさんがコロコロなんですよ。
休日中にしたやつ。そうです。今したやつです。このちょっと隣やる。はい。あ、可愛くなったね。綺麗ですね。片付けていいよ。またやっていいんですよね。もう終わりですか。いや、またやっていい。あ、じゃあそれだけ、はい、置いといてください。はい。そうレンズゲンをさ撮ってもらうじゃん、うん、病院来て。で多少は分かるじゃんレンズゲンのこと、うん、廊下で起きるさ変形性脊椎症がさ完璧にあってさこれって変形性脊椎症ですかとかそうですとかだけどそれは腰の痛いのには関係ない。ああ怒るけどあれ誰だっけ、ラクちゃんが多分あったやつあれかな、腰に関係ない骨が出てきて飛ぶみたいな。なんかついてくるの？溜まってくるの？いや溜まってくるんで骨腰椎の下に骨が余分に出てきて飛ぶみたいな。明らかに寝とったからさ。ショックだよね。僕ら見ても何もわからない。そう、あ、これ年のやつだな。しょうがないとかって言われて。なんかお母さんのね、お迎えがあといっぱい。偉い。本当だ。めっちゃ多いんだよね。偉い。入っちゃうこと。例えば咳はどうですか。少しですけど、はい、まあ、前と変わらんぐらい。減ってる感じはしますけど。減ってる感じですか。あ、いいですね。たまに咳の原因が2つあるからね。心臓病と慢性呼吸器疾患と。慢性呼吸器疾患はちょっと抑えることができるんですよ。今2日に1回飲んでる薬、ステロイド、割といいんですけどね。心臓も急に暑いとか急に寒いと心臓が悪くなると血圧がボーンと上がると咳で、それもそれでまた出てくる可能性が。ちょっと前の方が気になったけど今全然気にならんから、ね、じゃあちょっといい感じだったね。そんなこれもいいんだ。いや、ちょっとこっち開けろ。終わった。
できた気がします。はい、1、2、3。よいしょ。あれごめんよ。おお、利口さん。はい、ごめんよ。綺麗だね。クリーニング行ってね。こいちゃん、綺麗になったね。うん。頑張れ。あえらえら。うん、中も綺麗ですね、うん、これも調子悪いとやっぱり濁ってきちゃうから押しながらポンポンしっかり、はい、じゃあ中にしてこれで一番温かいと思います。あ、すごいじゃん、おばちゃん。あ、少し。一応絞ってると思うけど、チェック。よいしょ。頑張れ。はい。えらい。上手に絞ってありますね。全然ない。研修は絞ってもらってんの？いっぱい絞ってます。いや、ここに来たら絞ってますよ。はい、じゃああと吸入酸素します、10分、はい、そんでまた薬をどんだけ、あ、そっか、そこやってないわ。ここも割と落ち着いてますね、ここの皮膚の状態も。そうです ね、一時のこと思うと、はい、あれ、ないじゃん、1個もない。さあ、それでじゃあ新しいやつにくれ、はい、今つけてもらって、はい、すいません。島津さん、はい。